あの人の現在、都はるみの今は、現在病気ボケとの噂も。女性演歌歌手の都はるみさん、最近はあまりテレビ出演もしてない気がしますが、現在は元気なんでしょうか。ヒット曲も多数ある人気歌手です。2021年現在は病気やボケなんて噂もありますが、どうなんでしょうか。病気ボケとの噂。さて、2016年からメディア露出がない都はるみさん、病気やボケなんて噂がありますが、真相はどうなのでしょうか。2013年には急性咽頭炎及び急性気管支炎を発症し、入院もされていますね。喉に違和感があることから診察を受けた結果、病気が見つかったそうですが、この時は1週間ほどの入院で完治しています。それ以降、大きな病気などの話はありません。病気やボケというのも、露出が少ないからこそ出るデマなんだと思われます。これほどの大物演歌歌手ですので、何か病気であれば情報が出るはずですので、何もないってことは、今も普通に暮らしていると推測しますけどね。そんな都はるみですが、プライベート、1979年に作曲家、歌手の浅月博臣さんと結婚しています。ただ、この結婚は長く続かず、わずか3年で離婚していますね。同棲生活は長かったそうですし、結婚してから流産もしていたということです。その後、プロデューサーの中村一光さんと交際をスタート。同棲もしていますが、中村さんは結婚していたため不倫関係だったということ。その関係が20年以上も続いたっていうからすごいですよね。しかし、2008年に中村さんが突然の自殺。突然の自殺ってことで、都はるみさんは相当ショックだったと思われます。そういういろいろなことが重なり、芸能活動休止っていうことなのかもしれませんね。今現在の姿。そして気になる2021年現在の都はるみさんですが、フライデーにスクープされました。なんと東北地方で元俳優の矢崎しげるさんとのんびり生活を送っているということ。二人の出会いは2008年1月に行われた都はるみさんの45周年ショー。コンサートの前に行われた好きになった人、恩師、市川翔介と都はるみ物語で共演したということですね。先ほど書きましたが、長年交際していた中村さんが自殺したのは2008年4月です。その時に都はるみさんが悲しみを押し殺してステージに立っている時に共演していたのが矢崎さんだったということですね。矢崎さんと中村さんは東大の同窓で、都はるみさんとも友人だったということです。その二人が12年たってセミリタイアし、寄り添っているというのが現在の都はるみさんの姿です。矢崎さんも2014年のドラマ出演を最後に活動を停止しています。矢崎さんは東北地方のビジネスホテルを常宿にしているそうですが、そこに都はるみさんが通っているそうですよ。73歳同士の2人の恋の発覚は明るいニュースだと思います。末永くお幸せにと願ってやみませんね。